さあ、女子バイク対決、はい、対決初めての、ゼロ四大会 MSTV よいどん参加で、なおちゃん、はい、はい、なおです。いかがでしたか？最初めちゃめちゃ緊張したんですけど、はい、2本走って今はもう楽しかったです。おー、嬉しいです。2本目でもう楽しいって結構やばいよね。はい、小鳥ちゃんとね、あの2本目に対決したんだけど、はい、お互いどうだった？早すぎました。いや、それはもう排気量がね、排気量プラス2気筒4気筒なんで馬力が全然違うのはまあしょうがないだと思うんですけど、私的にはあのなおちゃんが1本目に走ってみて、あのちょっとタイムがな、速度がなとか、あと回転数がなって言ってたのを、あの2本目の時に結構こう、あ、こうしたら速くなるんだって多分感じて走ってもらったのか、1本目が、うん、はい、あ、じゃあこれ読み上げていいですかね、はい、1本目がですね、リアクションタイムが、まずこれはリアクションに関しては多分慣れてないからだと思うんですけど、1秒252だったのが、なんと2本目が 0.462 っていう3分の1ぐらいのリアクションタイムになったんですよね。もうまとめにかかってるよね、これ。そうですよね。いや、小鳥ちゃんからもアドバイスとりあえずの信号を見るのだけ一緒に。そう、そう、足めちゃくちゃ。でも最初初めてやるときに丸山さんは回転数こんぐらいだよとか教えるんですけど、まずいきなり慣れてない子に、私もそうだったんですけど、回転数ゼロから始めます。もうダンプ最初集中して、で綺麗にスタートできれば自然とこう回転数上げたりもできると思うので、で、なおちゃんが1本目4分の1マイルが、14秒915だったんですけど、この時最高速度が終速が130キロ、 R7 だったら絶対もっと出るよねっていうことで、そう、みんなのアドバイスを受けて2本目に走ったのが13秒460ということで 1.5 秒ぐらい縮んだんですよ。すごい、これはすごいです。まあ、参加2本目にして13秒台もう出してるって、はい、そうですね。これね、世の R7 乗ってる連中みんなね、もうかかってこいって感じ。この記録に挑むんだったら挑んでいいので、はい、まあ、こっから先大変かもしれないけど、ね、はい、まだね、今2本目、はい、3本目4本目で落ちる可能性もあるからね。そうですね、結構調子よく上がったと思ったらその後タイム伸びないとか、でも逆に、あ、もっとこうやってギリギリまで回転数レッドゾーン近くでシフトアップすればとか、あとはアクセル回すのっていきなりグワッて回すのって結構怖いと思うんですよ。正直私が今日ブラックパード乗ってるんですけど、リッター越えのバイクグワッて開けるの久しぶりに開けたらやっぱ怖かったので、うん、でも開けれたら多分最速、終速が158キロなんですけど、多分160キロも絶対超えられると思います。はい、うん、まだね、今2本目なんだけど、まあ、3本目4本目、行って、まあ、最後はねどうなるか。でもね、初めて来てこうやって慣れてくるのは楽しいし、はいはい、こうやってね、小鳥ちゃんと対決するのはどうですか？いきなり小鳥ちゃんと対決。いや、本当に動画見てた人だったので、ね、すごい嬉しかったです。私はテンションも上がって、やっぱ斜め前にちょっと見えた時に頑張るなって思いました。はい、はい、ということで、今回、あと3本目4本目ありますけどね、はい、またその結果はね、別途お知らせしていきたいと思います、はい、それではお二人とも頑張ってください。はい、頑張ります。
大阪からやってきた、はい、なおちゃん、はい、なんとラストラスト1本タイム更新しましたね。ベスト出ました。すごい、ね、ありがとうございます。今日初参加でしょ。はい、最初はもう信号を見ることもできないよタイムツリーのパッパッパっていうのと回転数とでね、多分スタート終わった後でも2本目で普通の音はなんだリアクションタイム、一般的なリアクションタイムになってましたしね、うん、でやっぱり2本目3本目ってどんどん面白い面白いって言い出したら、はい、小鳥ちゃんがねハードルを上げて12秒台出したらねっていう目標を叶したんだけど、はい、最後一応13秒0、はい、惜しくもいやでもすごいっす、なんかねオートバイ乗っててコンマ何秒の戦いって結構大変じゃない。はい、まあでもそんなレース出ることなかったんでこれ初めてなんですけど、はいはい、こう自分のマシン思いっきり開けるのって1本目に比べたらすごい開けれてるって多分最後なりましたよね。はい、もうすっごい楽しかったです嬉しい。うどうしようって感じですまたやりたくなる。嬉しい、関西からはねちょっと遠いんでね、うん、さっき言ってたのはね関西でやってほしいみたいな、ね、本当にそうです、はい、でもね、しかも自走で参加ですもんね。はい、大阪から走ってきました。ね、ありがとうございます。またでもね仲間引き連れて、うん、あのね街乗りでほらツーリングやってる連中でブイブイ言わせてるやつ、あ一緒に行こう行こうっつって、私一人旅が好きなんで。あ、一人旅好きなんだ。そうなんですね。来るならいつも一人なんで、一人で来るときは来ます。じゃあここにいるのあれだね、全部全員ライバルだね一人で来て、はい、はいはい、ということでね、関西から来たなおさん初参加にして、はい、どんどんベストタイム更新して、はい、13秒0、はい、ぜひね12秒目指しに来てください。はいはい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。